神様に好かれる話、小林正観。宇宙の法則を使いこなす。潜在能力を引き出すキーワード。そうならなくてもいい。ある人が水泳教室に行った時のこと。最初に鼻をつまんで潜る練習を何回かやった後、では浮いてみましょうということになりました。体を水面に横たえて浮く努力をしましたが、浮こうとして沈みたくないと思って力を入れたらブクブクと沈んでしまいました。先生、どうしても浮くことができませんと言うと、その先生は、そうですか、浮かべませんか、では今度は沈んでみてくださいと言いました。怪訝に思いながらも鼻をつまみながら沈んでみようと思ったところ、今度は沈むことができません。もう体を沈めても構わないと思った瞬間、余分な力が抜けて体が自然に浮いてしまったのです。つまり、浮きたいと思って力が入っているときは浮かなくて、沈んでしまっても構わないと全身の力を抜いているときは、逆に沈むことができなくて浮いてしまったということのようです。この事実は大変面白いことを意味しています。以前著書で、人間の潜在能力や超能力はこうでなければ嫌だとか、こうならなければダメだと思った瞬間に出てこなくなり、脳波がベータ波になるためです。逆に、そうならなくてもいい、でもそうなるといいな、でもならなくても構わないというように考えると、潜在能力が花開き、宇宙がそのように動くらしいということを書きました。念ずる方法というのは、基本的にまずゼロライン、そうならなくてもいいというものです。そうならなくてもいい、そうならないのが当たり前という基本を押さえた上で、さらに、そうなったら嬉しい、幸せだけれど、そうならなくてもいい、それが当たり前、でもそうなるといいな、でもそうでなくてもいいというのが、潜在能力や超能力というものを引き出すキーワードらしいのです。水泳で言うなら、身を捨ててこそ浮かぶせもあれということです。泳げない人が溺れかかった時、溺れたくない、泳ぎたいと思っている時はなかなか浮かばないが、そこで全身の力を抜き、もう好きにしてくれと流れに身を任せた瞬間、浮かぶこともあるというのがこのことわざの意味ですが、それは水泳に限らず、この世の現象すべてについて言えることらしいのです。究極の修行でアジャリさんがたどり着いた答え、比叡山に千日開放という修行があります。これは7年合計1000日をかけて山々を巡る世界で最も過酷と言われる修行で、比叡山中を1日に30から40キロ、700日、1年に150日ほども歩き回り、残りの300日は京都の市中に出て1日70から80キロ歩くというものです。この千日開放を達成した方をアジャリさんと呼びますが、あるアジャリさんの話を新聞記事で読んだことがありました。700日くらいまではその方は順調に来たそうです。ところが、その後信者さんにいただいた食べ物にあたり、3日目は下痢嘔吐してしまいました。それでもその方は、初
初めの 2,3 日は70から80キロをなんとか歩いたそうですが、4日目くらいにはもう立つことも歩くこともできないほどひどい状態になってしまいました。そこでアジャリさんはどうしようかと考えました。千日解放は途中で修行を断念した場合は死を覚悟しなくてはなりません。そのために常に喉をつく短剣を持ち歩き、菅笠の紐で首を吊るようになっています。アジャリさんは短剣で喉をつこうか、それとも紐で首を吊ろうか真剣に考えました。しかしそのどちらも痛かったり苦しそうだと思いやめることにしました。けれども今ここで山を降りれば千日解放を断念した人という評価をされ、おそらく日本の仏教界では生きていけないだろうと思ったということです。いっそのこと外国で暮らそうかとも考えましたが、英語が全く話せないことに気がつき、それも断念しました。そして悩みに悩んだ末得た結論というのが、このまま前にばったり倒れて死んでしまうのが一番いい解決方法だというものでした。アジャリさんは鉛のように重たくなった体を起こし、本当に死んでしまうつもりで前に踏み出しました。これで死んでもいい、死んで全てのことを解決しようと。その瞬間にあれほど鉛のように重たくて動かなかった体が嘘のように軽くなり動けるようになりました。後日アジャリさんはその時のことを次のように回想しています。実のところ私は700日くらいまではあまりにも順調に来ていたために、神も仏も本当は存在していないのではないかとさえ考えていました。そんなものがなくても自分はここまですんなりとやってこれた、あと300日くらいは楽にこなせそうだと思っていました。ところがあのように体が動かなくなり、人間の力や意志ではどうしようもない状態になった時、命を捨てて一歩踏み出した瞬間に体が動くようになりました。あの時私はこの世には本当に神や仏が存在するのだと心の底から確信したのですと。身を捨てたから体が浮かんだのです。人間は物にこだわっている時、こうでなければならないと思っている時は現実処理の脳波であるベータ波しか出てきません。それがとらわれなくなり心穏やかで満ち足りて幸せな時、特に感謝をしている時はアルファ波やシーター波が出てきます。このアルファ波やシーター波のレベルは超能力を目覚めさせ、潜在能力を呼び起こし、ひいては宇宙の構造を自分の味方にすることができるらしいのです。何かをこうでなければならない、こうせねばならないと思っているうちは、なかなかその現象は自分の思うようには変わっていきません。そうでなくてもいいけれども、そうなってくれたら嬉しい。でもそうならなくてもいいけれどという考え方が、どうやら潜在能力や超能力を引き出す大きなポイントになっているようです。出る方が先、入る方は後、お金が倍々。お金の使い方を宇宙の構造から考えてみましょう。就職する、自営業になる、手に職をつける、技術を身につける。社会はどうやってお金を手に入れるか、儲けるか、収入の道をいろいろと教えてくれます。社会では入りの方は優先的に教えてくれますが、
出の方を教えてくれる人はいません。出入り口という言葉を見ると、出という文字が先に書いてあります。例えば、タクシーが止まります。お客さんが降りる方が先、入る方が後。エレベーターが降りてきます。出る方が先、入る方が後。電車が止まります。出る方が先、入る方が後。宇宙法則では、まず出る方が先です。それなのに、社会はどうやって手に入れるかしか教えてくれません。だからみんな困って頭を抱えています。宇宙の法則は、出る方を勉強しない限り、入る方がスムーズにならないという仕組みになっているようです。食欲がないんです。どうしたら食べられるようになりますか？というのは、出が悪いからです。腸が空っぽだったら、たくさん食べられます。食べられないのは、出ていないからです。人間は、もともと管に手足がついただけですから、大した存在ではありません。上から入ってきて、出ていくだけの大きな管、その管の上に脳がついています。食べることと考えることがくっついたので、人間は複雑になってしまったのです。管は出る方を先に制してしまえば、入る方はかなり簡単です。最初に出の方を考えることです。お金に関しても、使い方をきちんと知っておくと、勝手に入ってくるという宇宙の法則があります。入る方を研究して、勉強して、どうやって収入を得るか考えるのは大変で面倒ですが、どうやって使うかというのはすごく楽で楽しい話です。そして非常に人生が楽になって、お金のことについて考えなくて済むようになります。得するお金の使い方。例えば自分の友人に陶芸を始めて、プロでこれから食べていくという人が現れたとします。その人が3000円でコーヒーカップを売っているときに、じゃあ私の名前を入れて1万円で作ってというようなお金の使い方をしてみましょう。新しく商売や仕事を始めた人を励ますためには、頑張ってねというよりも実際に商品を買ってあげることです。なるべく他のコーヒーカップは買わずに、その人にコーヒーカップを頼みます。セーターを編むことを仕事にしている人には、友達だから安くしてよと言って編み賃を出すのではなく、友達の場合はより高く出してあげるようにします。そういうお金の使い方をしていると、自分のところに倍返しで返ってきます。そしてその人が、5年10年経って十分に一人でやっていけるようになったら、その人にあえて仕事を頼まなくてもよくなります。次に若手で新しく仕事を始める人がいたら、その人に使ってあげればいいのです。一言で言うと、自分のわがままのためにお金を使うのではなくて、喜ばれるようにお金を使うことです。そのように使ったお金は倍返しで自分のところに返ってきます。そのお金をまた喜ばれるように使ってあげると、今度は4倍になって返ってきます。4倍になったお金をまた喜ばれるように使ってあげると、今度は8倍になって返ってきます。しかしここで溜め込もうとしてはいけません。ずっと喜ばれるように使ってあげること、自分のところに溜め込まないで、喜ばれるように使っていくと、どんどん拡大して入ってきます。途中でお金が入ってこなくなる人がいますが、それはどこかで溜め込んだり、自分の贅沢のために使ったりするからです。妙な自我が入り始めると、お金の流れがストップしてしまいます。私たちはエネルギーを通すための管なのです。お金はそのエネルギーの一部ですが、その管の中にゴミがたまると通らなくなります。そのゴミを別の言葉で言うと自我と言います。
なぜトイレ掃除をすると運が良くなるのか。自我をためないための一番良い方法はトイレ掃除をすること。トイレ掃除をしているとお金のことを含めて自我がどんどんたまらなくなっていって、面白いことに自分を好きになります。トイレ掃除をしている自分を好きになると、きれいな家庭が好きになります。そして家がきれいになるといいな、自分の隣近所もきれいになるといいな、川がきれいになるといいな、地球がきれいになるといいなと思うようになります。結局トイレ掃除をやっている人は、きれいさの範囲がだんだんと広がっていって、きれいなものが好きになっていきます。そして自分もきれいな生き方になってきて、周りの人からは、わあかっこいい、わあ素敵とか言われるようになります。どうしてトイレ掃除をしているのを誰にも見せていないのに、かっこいいと言われるのだろうと思うようになるかもしれません。お金がちょっと多めに入ったからといって、高い車や高い服、高い宝石などを買おうというのはやめた方がいい。どんなにお金が入ってきても、普通の庶民の生活を淡々と続けていくことが大事です。普通の庶民と違うことにお金を使い始めると、神様と宇宙さんがこの人にお給を据えなくてはいけないという動きになります。これはお金の出し方、使い方についての法則です。入りのことは何も考えなくていいから、出のことを考えていればよいという法則。まず便秘を解消すれば食べられます。出る方が先なのです。今まで学校教育で教えてきたことは入りだけだったので、辛く大変な思いでお金が入る方法を考えてきたと思います。しかしお金の法則は、出の方を制すれば勝手に入ってきます。でももう一度言いますが、入ってきたからといって貯めたり贅沢や過敏に流れてはいけません。皆さんのところにお金が回っていって、その周りの人にお金が流れていくようになると、お金自身が喜ぶだけでなく、周りの人もその人が潤ってほしいと思うようになります。